山梨学院障害学習センターがある、クリスタルタワー山梨学院障害学習センターは、学校法人山梨学院が運営する障害学習事業である。地域に根ざす障害学習の拠点として、同法人のあらゆる教育的資源を一般に開放、活用して、学習者の調査研究や自己啓発を支援し、地域社会の産業、福祉、教育、文化の発展に加え、 市民の学習活動及びその援助活動のあり方についての研究を行うことを目的としている。山梨学院大学及び山梨学院短期大学は従来より一般市民を対象とした公開講座、講演会、シンポジウムなどを行ってきたが、これは大学が立地するコミュニティの文化の向上や住民の学習活動の発展に貢献しなければ、 ならないという学長の方針に基づき、同学校法人の各部局が積極的に取り組んできたものであった。これらの取り組みをさらに前進させ、より総合的、組織的に事業を展開する目的から、1992年4月、山梨学院障害学習センター準備室が開設され、関係機関での準備連携が図られ、1994年4月から、 名称の準備室を取り、山梨学院障害学習センターと正式に解消され、本格的に指導した。山梨学院障害学習センターは、障害学習部と地域福祉サービス研究部の2組織から構成される。山梨学院障害学習センターで実施されている講座は、主に山梨県の地域性を主体にしたもので構成されており、 数年間にわたり継続して開かれる講座とタイムリーな事象を対象にした単発の講座がある。年間を通じ様々な講座が開催されており地域に根ざした研究、学習が行われている。中でも山梨学研究と呼ばれる講座では山梨について多様な観点から批判的に分析検討し現時点での課題や今後の可能性を再認識することを目的とした講座で 一般市民だけでなく、同大学の在校生が、総合基礎教科科目として受講することも可能で、学生と社会人が共に学ぶ講座となっている。これまで行われた講座は、山梨の将来、海の国人物伝、山梨のエコロジーとエコノミー、山梨の農と食など、地域色豊かなもので、他の講座でも、山梨のワイン、山梨の山岳をテーマとする、山の博覧会。 大学所在地に伝わる日本ホタカ伝承に関連するレンガをテーマとした酒織レンガ講座など地域住民とのコラボレーションを通じた様々な活動が行われている。ありがとうございます。